弘中美活部。本当さとみさん風の甘顔に仕上がったり。わあ、違う違う。何出てましたか今。さあではベースの巻きに戻りましたが、はい、続いて、はい、ヘアアレンジ、はい、次は、ちょっと難易度を上げて大人っぽいちょっとこうデートとかに最適なツイストハーハップっていうのをちょっと今日はデートだった、はい、ただ大変ただ大変だよね。ちょっとじゃあ、はい、エロい感じ。そうですね、エロまではいかないかもしれないですけど。なるほど、はい、でもデートにぴったり。デートにぴったりな、はい、大事です、お願いします。男の子にモテそうな、はい、そうですね、はい、ちょっと甘い感じの、甘い感じのアレンジをちょっと今日は、はい、やらせていただきます。はい、ベースは一緒。ベースは一緒です。さっきの巻き方、はい、さっきの巻き方と一緒で、はい、ハーフアップなんで、うんうん、ここの半分をまず1回取ります。目の高さの半分のところで、はい、まず取ると取ります。で、さっきと少し違うところなんですけど、うん、気持ちいい V っぽく取ります。 V っぽくだからちょっと下がるイメージです。あ、ここがこう下がってます。そうですね、こう下がる、下がるってことか、はい、だから下にちょっと下げます、うん、こっちからこうってことですね。そうです、そういうことです、はい、分かりました。どんな値段があるんですか。これは、下げれば下げるほど結構大人っぽくなるんですよ、ボリューム。そうなんですよ。で、上げれば上げるほど結構カジュアルで若い感じの印象になるので、今日はちょっと大人っぽくっていうことなんで、はいはい、こう重心ウェイトをちょっとこう下げて横から見た時に、ね、こっちに重さが来るように、はい、そういうことです。それは知らなかった、はい、教えてもらわないと知らないことですよ ね、 すね、全然知らなかったです。アラサーだったらじゃあ下げ気味がいいですね。ちょっと下げ気味、わかりました、はい、すみません。25歳だったら上げ気味の方がいい。そうですね、ちょっとやや上げ気味。わかりました。またねじって、はい、そうです、ねじってからヘアゴムでこう止めます。あ、やっぱりさっきと位置変わりますね。そうですね、若干こう下になりました。確かにね、はい、さっきここら辺だったんですけど、正面から見るイメージも、はい、ちょっと落ち着いてる感じもあります。落ち着いてる感じになります。で、結んだらまた、はい、あ、ゆるりんぱ、はい、すごいさっきと違うのが、そうですね、ここの盛り上がりもやっぱり多いですね。そうですね、ちょっとこう下げくることによってここが少し増える印象ですね。おお、確か大人くるりんぱですよ。そうですね、これはさっきよりちょっと大人っぽくで、こっから、さっきのちょっと応用編なんですけど、来たよ横に、こう取るときに少しこう斜めに取ります。あ、さっきこういう感じで、はいはい、こめかみからこう上がってくるようにですね、上がっていく感じですね、はい、で、これを半分こにします。あら、難しい。いや、半分こだけです、はい、まだ、はい、半分こなんで、はい、半分こにします。で、これをできたらなんですけど、こう自分の顔の方にちょっとねじります。ねじる、はい、で、これを後ろに重ねます。で、うん、重ねます、重ねます、はい。で、それをまたこういう感じで重ねます。あ、ねじねじ、ねじねじするんだ、はい、わ、はい、かりました。で、このままねじねじしてっても全然いいんですけど、うん、できればちょっと下のところを少し取って、あ、難しいよ、四つ編みみたいな感じですか。そうですね、ちょっと軽く四つ編みみたいな感じなんですけど、またねじります、うん、で、ちょっとまた下を取ってねじります。取って、はい、ねじる、はい、あー、なんかちょっと前から見ると猫耳っぽくなってきて。そうですね、確かに、かわいい、かわいい。で、5回分ぐらいねじったらちょっとこう少しだけこうほぐします。あ、こういう感じで今ねじねじしたところ、ねじねじしたところ、はい、ほぐすの大事ですね。そうです ね、 ですね、ほぐすだけで立体感が出るので、取ってねじって、でゴールまで行ったらまたちょっとつまみます。で、反対側も一緒なんですけど、はい、上がるように取って、うん、で、ここを半分に分けます。2つに分けて、で、まあ、1回こう顔際にねじったら後ろにねじります、はい、で、ねじって、うん、で、下をちょっと取ります。こういう感じで、で、最後までこうゴールまで行ったら尻尾を合わせて、はい、で、これをまたゴム、またゴムです、はい、ゴムで止めます、止めます。で、またここだけをくるりんぱ、くるりんぱするんだ、はい、そうです、くるりんぱです。
もうクルリンパは何でも使えるので、これはあの絶対覚えられるといいかもしれないですね。あ、違う、さっきとそうです、ね、さっきよりちょっと大人っぽい感じに見えませんか。ここの下にボリュームがあるんで、そうですね、なんかこう落ち着きがある。そうですね、確かに、はい、これでじゃあ完成、はい、そうですね。おで、ちょっと今日特別にこのなんかあ、なんかこれかわいい、かわいい、うちはすごいかわいいのついてますよ。やった、嬉しい、はい、あ、かわいい、これで多分デート来たら結構テンション上がりますね。そう、嬉しい、はい、確かにそんなになんか頑張ってる感がないけど、すごいおしゃれ、はい、おしゃれな感じになるので、うん、はい、映画館とか、そうですね、良さそう、はい、映画館、映画館、ここのねじりが目に入ったらすごい、はい、確かに横並びだからね、映画館の席は、うん、あ、確かに、いや、僕のためにこんなおしゃれしてきてくれたんだと思ったら結構思いますね。前からも、あの横からもこう後ろから見ても可愛いアレンジが結構デートとかではおすすめなので、ぜひやってみてください。はい、かわいい。なんかアレンジすると小顔がより小顔になって、そうですね。ね、はい、いいですね。そうですね。なくなるかな。はい。せーの。すごい。何？やばい。待ってよ。下へ下へ。少しずつ下げていく。部長かわいそう。部長大丈夫？ここを伸ばして。深呼吸。先生の音が怖い。もっと早く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 1ラスト1回ここでキープ、10秒キープ、ここで固く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 4 3